い、皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。はい、今回は皆さん新しいスキーズがまたまた出ました。ということで紹介していきたいと思います。そちらがじゃじゃん、こちらのスクイーズのみかんのスクイーズになります。今回ねこちらを紹介していきたいと思います。はい、ということで紹介していきたいと思います。はい、まずこちらのみかんになります。これはね、まあ普通のみかんになります。でですね、このように皮がくっついていて、まあこんな風にこう剥く感じになります。このように皮もすごくリアルに再現されていて、皮も伸びます。でまあね、気になるこちらのみかんの実の部分、まあこのようにプニプニしていて、なんとね水です。中でね、すごく気持ちいいの、ニュルって出てきてすごく気持ちいいです。でここの部分もすごく気持ちいいです。続いてこちらの黄色のみかんになります。まあ、皮がとても黄色です。で、中もこのように微妙に薄オレンジっぽい感じです。微妙にね、音がします。続いてこちらの完熟みかんになります。こちらね、本当にもう熟してるっていうかもう、ね、とっても甘い感じのみかんになります。でね、こっちはすごく、こちらの完熟みかんはすごく気持ちいいです。やみつきになるっていうか、私的にはこちらも大好きです。でね、中もすごいね濃いオレンジで、もう赤っぽいです。続いてこちらの早摘みみかんになります。でこちらはすごく黄色で、なんかグレープフルーツみたいな感じです。めっちゃ気持ちいいです、こちらも。でね、もう皆さんもお気づきかと思うんですけども、まあこのようにね、ここの部分もすごく、この白い皮の部分ってあるじゃないですか、こう細いの、ここよくついてるやつ、そちらもね微妙にこう白っぽいとこがあって、こういうとことかすごく再現されていて、とってもリアルです。もうなんかもうこうやったらもうみかんじゃないですか、これ。こんな風にしてたらめっちゃ可愛いです、こちら。はい、ということで今回はこのような感じで終わりたいと思います。こちらの商品は、みかん、完熟みかん、早摘みみかん、黄色のみかん、この4種類があります。こちらはアミューズメント品なので、ゲーセンでゲットしてきました。ぜひ皆さんも見かけたら、ゲットしてみてください。ではご視聴いただきありがとうございました。おつっぽん。